その一つがターブだったんですね。で折しもね当時、1970年代ですけどグループ4というカテゴリーがレースの世界にあって、それの発展型のグループ5っていうのができてちょうど良かったんですね。そのグループ4のベースとして、ポルシェターブは結果としてレースの世界で大活躍する元となる、そういう、 こう車の出来方っていかにもポルシェらしいなと思いますね。それとやっぱりリアフェンダーのフレア、こいつがポルシェターボを決定付けたんだと思います。2年間の沈黙を経て復活したポルシェ911ターボ、巨大なオーバーフェンダーとスポイラーから旧型のド迫力そのままのイメージだが、 CD 値は 0.39 から 0.36 へ向上、幅も10ミリ細くなっているため空力的には大きく前進したといえる。エンジンはカレラ2搭載の 3.6 リッターではなく、先代ターボのエンジンを 3.3 リッターのままリファイン、公害対策を進めながらも20馬力のパワーアップを果たしている。しかし安全及び快適性を求めるための135キロという車重アップがちょっと気になる。911ターボを迎え撃つマシンとして持ち込んだのが GTR。 全てがレースで勝つために設計されたスーパーツーリングカーだ。最高速テストは別として、04やサーキットでは最も期待のできる日本の星。最終組は911ターボ対 GTR。 さあ勝つのはどっちだ。加速は全く互角、スタートの差をそのまま持ち越して GTR911 ターボを抑えた。コースが微妙に伸